買ってきたよ。いちごバナナ。はい。あああ、クリームついてる。あ、行こうか。行く？うん。っていうかさ、私運転していい？ちょっと運転したい、久々に。うん。できる。いい？じゃあ、いいよ、乗って。じゃあ行きます、出発。後ろから来てるけど、あ、行きます。久々。ちょっとさ、ちょっと待って、一回出る前にちょっと待ってね。有料道路、その先一般道、国道、実際の交通規制に従って走行してください。 OK。いやいや、420円いただきます。420で20。あ、500円あった。はい、520円。はい、520円お待ちください。笑われた。はい、100円のお返しです。はい、ありがとうございました。気をつけて。気をつけます。笑われた。自分でも思った。これ左かな。左方向です。左だね。すごいね、海だよ。海だよ。すごそう。今日天気もいいし、風もある程度あるから、サーフィンとかする人には絶好だね。すごい。海。すごいすごい。はい。こうやって通ることはあっても、意外とここビーチ入ったことないかも私。よく来るの、この辺。サーフィンとかするんだ。うん。ありがとう。700m先、左方向です。そう。
ここ？そうなんだ。もうここ抜けたら海みたいな感じ？へえ。目的地周辺です。捜査案内を終了します。はい。到着。ありがとう。着いた。キス？いや、
こんなさ昼間のさ気持ちのいい海に来てるんだからそういうこと言わずにさもっとこう楽しもうよこれをさ。いや海でキス、いやキスしようよキス海に来てまで何してんのゆかはさ、キスがしたいんですよおかしいでしょ。この前はクレープだとキスできなかったから海ならできるだろうって元気作りから頑張ったんですよ。ドライブまで来て。そんなね簡単にキスする女だと思わないでよね。キスしねえよ、しないよしないよ。というわけで彼女館パート2、ドライブバージョン、ドライブで、海までお出かけしてきました。ちょっとね、なかなかお休みがないとかなかなか出かけられてないっていう方はなんとなくこれで、どっかにお出かけしたような気分になってもらえたらなと思います。ではまた次回、西田愛でした。愛がたも下げました。チャンネル登録よろしくお願いします。